1月19日木曜日、こんにちは、畑中陽子です。今日はですね、水前寺清子さんのラジオのゲスト出演のために赤坂に来ています。そのスタジオに行く前にスタバで一息。先日ですね、友達から LINE ギフトが送られてきて、スタバの LINE ギフト、45周年おめでとうって書いてあって、45周年のプロモーション忙しかったからゆっくりしてねっていうメッセージが書いてありました。みよこちゃんありがとう、使わせてもらってます。今日はカモミールティーとキャラメルスコーンにしました。本当はね、いつもの根菜チキンサラダラップ食べたかったんですけれども、売り切れてました、残念ながら。はい、で次のラジオなんですけど、水前寺清子さん、私一度しかお目にかかったことがなくって、今回初めてですね、お話しさせていただくんですね。ちょっと緊張しております。はい、カモミールティーでちょっと精神を落ち着けて。はい、ラジオ水前寺清子元気印チータでマーチ収録してきました。もう大変緊張しましたけれども、もうすごくお優しくて、本当になんていうかな、もう本当に感激でした。もう小学生の頃からありがとうっていうドラゴンも見てましたしね、もう本当に水前寺清子さんみたいな歌手になりたいと思いました。ありがとうございました。さて、ところ変わって、こちらはツバメグリル、晩ご飯を食べています。ですね、このあと私の芸能界の兄貴的存在、ラグビー界のレジェンド松尾雄二さんのお店に行こうと思っています。というのはですね、松尾雄二さんのお誕生日1月20日なんですね。で1月20日には松尾さんのお店にお邪魔できないので、今日ケーキをですね買って、お祝いに行ってきたいと思います。そしてお店がまだ開いてないのでね、ちょっと時間合わせでツバメグリルでいつもの和風ハンブルグステーキです。はい、食後のコーヒーです。これね、このコーヒーのサービスチケット私持ってるんですよね。でも気づくのはいつも支払いの後、残念。松尾雄二さんのバースデーケーキはラ・メゾンのストロベリーのショートケーキタルトを購入しました。皆さん YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、またね。